はい、どうもこんにちは、マークです。ソウルオブエデンやっていきたいと思います。第1回の動画でソウルオブエデンって噛んじゃったから、だから結構ね、力強く言ってるんですよ。ソウルオブエデンってね、滑舌よく言うようにしないと、噛んじゃうとねちょっとダサいんでねよろしくお願いいたします。というわけで今日ね、なんとね、撮影2本目ですね。めちゃめちゃ撮影のモチベが高いっていうわけで、一種動画さっき上げて今撮影に臨んでいるところですね。で、今時間がですね、9月の7日月曜日の12時27分ということで、13時に、新カードの、なんだっけかな、ピエロっていうのは覚えてるんですけど、あ、これ、狂気のピエロ、ラエルですね、が追加されるんで、まあ、ちょっとどんな効果かまだ把握してないんですけれども、すごく楽しみですね。で、あと30分なので、まあ、今からリプレイの解説の方をまたしていくんですけれども、リプレイの解説終わった頃くらいにもしかしたら、ラエル見れるかもしれないんで、楽しみですね。今日ね、仕事休みなんで、とりあえずソウルオブエデン楽しんでやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、今回使うデッキがこちらですね。ババーン、まあ、コントロール帝国ですか。かなり高コストのカードに重点を置いた帝国デッキになります。今までの一種のカードは結構レジェンド少なめって言っても、あれリオンとか入ってたりとか、ただ必須のレジェンドは全然少なくて、ニコラとかも別になくてもよかったし、まあコントロールはあったらあったら嬉しいけど、なくても全然いけるんですけど、今回ね、ちょっとね、欲しいレジェンドが、まあ3種類、アンナはいなくてもいいんだけど、エレナ、テミス、ヤコブに関しては入れたいカードかなって思ってるんで、結構デッキ組む敷居は高めなんですけれども、かなり強いデッキになったので紹介の方していきたいと思います。で、なんとね、このデッキを使って見てください、この青の数めっちゃめちゃ勝ってるんですよ。このデッキずっと帝国使ってるんですけど、一応20戦やって、4敗1分けだから15勝4敗1分けで、勝率が約 79% ということでね、 79% 勝つので、結構このゲームやってて初めてくらいに勝率めちゃめちゃいいんで、うん、かなりね今来てますこのデッキで。特徴としては、まあ、カードプール見ていきましょうか。まあ、帝国って結構スペルの選択肢多いと思うんですよ。このワープであったり、スパイニーセルであったり、サモンシールド、結構いろんなスペルがあると思うんですけれども、まあ、あとフリーズか。まあ、今回自分がね選んだのがサモンシールドですね。まあ、特に、まあ、フリーズでもいいと思うんだけど、てかフリーズあれだからね、持続時間結構長いしね。まあ、サモンシールド選んだ理由が、結構高コストのカードが多いんで、反射ダメージよりかは守って戦った方が強いのかなって思った点ですね。このヤコブがね範囲ダメージだったり、テミスも、アクティブのスキルが範囲ダメージですし、あとこの顔なき聖者も範囲ダメージを持ってるので、雑魚相手にするんだったらスパイニーセルよりかは、まあ、単純に防御力上げて場持ちを良くした方が強いのかなっていった方が大きいかなって思ったので、サモンシールド入れてますね。あとフリーズだと、まあ、ユニットは止められるんだけど、守護は止められないんだよね多分フリーズって。であとコストの違いとかいろいろあって、多分サモンシールドが一番なんか使いやすそうかなって思って、まあ、今回はサモンシールドを2枚ほど採用した帝国デッキになっていますね。まあ、基本的にはこのヤコブであったり聖者であったりテミスといった高コストのユニットを相手に押し付けて、で処理できなくして勝つっていうのが
主な勝ち筋になってきますね。でそれだけだとやっぱり一種相手とかまあきつい試合とかもあるんで、サブプランとしてまあこの荒野の魔女であったり、誰だっけ君、エレナエレナであったりを刺していく感じですね。で相手の高コストユニットに関しては変身マンドラ、このカードもねプステル分裂、まあ、前回までの一種動画で結構説明したんですけど、まあ、確定処理でプステルと違って、まあ、結構無害なマンドラに変えてくれるんで、うん、このマンドラめちゃめちゃ弱いんで、まあ、プステル分裂よりも強いなって思ってます。まあ、あとはまあこのランサーなんかもね結構いいカードで、まあ本当バランス取れてるカードですね。これに関しては今までランサーって入れてなかったんですけど、このカードも上位陣の方がなんかみんな荷積みしてるんで、とりあえず俺も入れてみるかって思ったんですけど、まあ、ものすごい強いっていうよりかは本当確実に仕事をしてくれるカードっていう印象ですね。 HP がそこそこ高くて、でまあ一応範囲ダメージで2体出す、この2体出すのがねやっぱ強いなって、2102体は強い。でまああとエレナ、このカードもめちゃめちゃ強いね。まあオーラがね意外と攻撃速度相手めちゃめちゃ下がるんで、このエレナは必須かなって思います。アンナはなんか強くはないんだけど、なんかたまにめちゃめちゃ刺さってこのカード1枚で勝てるっていう試合、まあコントロールと似たような立ち位置、コントロールがちょっと弱くなった感じですかね。うん、なんですけど、なんかたまにこのカード刺さるときあるんで、まあ、持ってたら入れるくらいの感覚でいいと思います。まあ、それ以外はバランス考えながら、まあ、入れてる感じですね。まあ、このミサイルトンネルがねあんま守護者のダメージが高くないんで、まあ、抜いてもいいかなってちょっと思ってるくらいで、まあ、あとバリスタンクの枚数なんかももうちょっと増やしたいなとは思うんだけど、このバリスタンクバリ強いんで増やしてもいいくらいめちゃめちゃパワーあるカードなんで、うん、そんなところかな。まあ、基本的には、まあ、ここをベースであんまり、うん、変えようがないというか、まあ、スノローとかあと帝国でいうとスノローなんかは強いですね。あと人によってはこのパンチタンク結構入れてる人いるんですけど、まあ、自分があんまりこのパンチタンク評価高くないんですよね。まあ書いてあること強いんだけどね、なんかいまいち入れる枠がないなって、うん、感じで、まあ、ダメージめっちゃ高いね563で、あと結構アックスウォリアーなんかも入れてる人多いと思うんですけど、アックスウォリアーもなんか自分的には使いづらかったんで、まあ、いっそのこと高コストに方向性を固めて、まあ、かなりコントロールに寄せて、まあ、センサー関係は荒野の魔女に1にしようかなっていう感じのデッキ構成になっていますね。であとこのヒルダなんですけど、なんかねヒルダ使うんだったら結構専用の構築 もうちょっとねセンサー軸にしないときつくて、この逃亡犯4枚入れたりとかしないとね、あ待ってなんか入れちゃった、ねこのヒルダの効果活かせないんですよね。最大限攻撃力259っていうのが結構低くて、で 10% 上がるのが、まあ、最初がまあ26とかなんで全然上がらないんで、かなり待機盤性型のカードなんで、まあ、このデッキにはヒルダ合わないなって思ってヒルダに関しては抜いていますね。まあ、本当はテミスなんかもうちょっと、まあ、この逃亡犯なんか入れるともうちょっとスキルの回転率上がって相性はいいんですけれども、このデッキでも十分テミスは仕事をしてくれることが多いので、今回テミスに関しては採用しています。まあ、帝国もね結構ねいろいろ試行錯誤して組んで、まあそれなりに勝率出るデッキ組めたと思うんで、まあ、ちょっと前当たり長くなっちゃったんですけれども、いつも通りリプレイ解説の方やっていきたいと思いますので、どうぞ。はい、それでは共和国戦じゃない、共和国戦見ていきましょう。共和国戦で合ってました。でまず初動なんですけど、なんかあんま初動出したいカードないんですよねこれ。なので相手の動き見ながら
なんですけど、本当にやることなかったら、ハンマー出そうかなって言ったところですね。で、結構カードの名前曖昧なんで、この2コストのなんだっけ、右下のスナイパーではないんだよな、アーチャーでもないんだよな、ボーソルジャーだっけかな。で、相手の方グレネードガンナー出してくれたんで、このグレネードガンナーを処理するのに、まあ聖なる処理したかったんですけど、ちょっと遅れちゃいましたね、出すの。で、グレネードをあんまり時間かけたくなかったので、ポムカツでしっかり守護へのダメージを軽減させました。恐怖か相手はね、あんまりダメージ食らいたくないんで、まあエネルギータレットであったり、空中支援だっけ、相手の守護スキルなんかもあるので、あんまりね、アド取れないんですよね。アドじゃなくて一気に削られちゃうんですよね。なのでできるだけ体力を削らないようにして、でここまではまあ、ただちょっと溜めすぎちゃったせいでコストを自分の方が無駄にしちゃったので、あまりアドは取れてないですね。で、相手がエネタレを出してきて、でやることなかったのでとりあえずテミスぶん投げました。でも強力相手のここのテミス弱いんだよね。で、相手がここでニコラ出して、でエネルギーソルジャーも出してきたんですけど、これがテミスの強いところ、これやばいですよね。で、相手多分左側に9コスト使ってるんで、右側のエレナが止められないと思ったので、エレナを投げてさらに攻撃力のバフも乗せて、でスナイパーの相手の攻撃が多分外れてテミスが生き残ったんで、そのまんま、リーサルできました。これはたまたま相手が暗殺者で、テミスを処理できなかったりとか、多分暗殺者引けてなかったよね。暗殺者を持ってなかったことであったり、スナイパーのタゲがテミスに向かなかったのが結構良かったなっていった感じの試合になりますね。じゃあ次は獣戦見ていきましょう。で、獣は基本的に有利で、まあ、小型のユニットに関しては処理困らないし、まあ聖者とかいるしね。で、大型が出てきてもこっちはマンドラあるんですけど、獣ってマンドラ持ってないんで、上にいる3コストの毒月光とかでの処理が主になってくるのが結構帝国との違いですね。で、このペンギンもね、結構いいカードではあるんですけど、いかんせん今の環境マゴットクイーンとかでね、結構簡単にメタられちゃうのがちょっと気になるところですよね。で、これは押し切れるかどうか結構微妙だったので、もうちょうどおあつらい向きにマンドラでこれ2体変えられるのも強いんですよね。で、さらにここで祭祀2体出して、で、これで聖者の HP をもうバリッバリ回復させました。で、これはもうおそらく聖者そのまんま押し切って勝ちの試合ですね。まあ単純に獣は単体処理を毒月光に任せてるんで、こうやって毒月光がタゲ取れないともうどうにもならないことが結構多くて、そこは獣結構辛いところになっちゃいますよね。で、最後に、ボムカツ投げて、これでゲームセットですね。そう、獣はやっぱり単体処理がね、結構ね辛いのがちょっと今の環境結構きついのかなって思ってます。じゃあ次の試合見ていきましょう。で、結構ね格上との試合が続いてね、かなりなんかメンタルきてましたね。で、イシュはね帝国きついんですよね。イシュ使ってる側からしたら、まあずっとイシュ使ってたんで、石側からしたら帝国すごい楽なんですよ。やっぱり高コストのカードに関して対してプステル分裂だったり、コントロールであったりタダカツであったりがすごい刺さるんで、めちゃめちゃ楽なんですよ。なので石と戦うときは、まあ自分の手札見てもらうと分かるように、今回は、まあ、荒野の魔女を中心に、まあ、なんとかどこかでアド取っていけたらいいなって感じで、もう本当できるだけ後ろ戦うことを意識しています。というわけでバリスタンク投げて、まあ、とりあえず後ろからアドを取りに行く動きを意識していますね。
ごめんなさい、バリスタンク投げなかったね全然適当なこと言ってたね。とりあえずあれだね、ミサイル、うん、なんだミサイルか。とりあえずミサイル投げて、まあとりあえず雑に投げて強いカードなのでミサイル投げて感じたね。で、相手がゼノクロウ投げてきたんでエレナで止めに行きました。で、これ結構きつくてエネルギーメカソルジャーをボムカツ2体で倒せるかなーって思って投げたんですけど、エネルギーメカソルジャー倒せないんだよな。多分5だったら倒させたっぽいんだよな。もしくは俺のボムカツがレベル6とかだったらいけてたっぽい。これって多分確定数ずれてるんだよな、ちょっと。で、すごい荒野の魔女をかぶったね。全部引き切ってるね、ハンドで。ただここで荒野の魔女タゲ取られたくないんで結構貯めます。でもこれリオンの攻撃はしょうがないんで荒野の魔女たくさん投げてアドを取りに行きます。で、ここでハンマー投げてマゴットのタゲをハンマーに移して荒野の魔女が範囲攻撃なので全体処理で、ここからランサーを投げてこのカウンター通すしかないっていう感じですね。で、荒野の魔女の攻撃力も上げてなんてかここ通すしかないって感じだったんですけど、相手の方がねここで魔女相手にコントロール使ってくれたんで、これ爆アドですね。ランサーが残るんで、で、爆弾で魔女をしっかり倒しながらカウンターが決まってフリマッチなんですけど、なんかたまたま、ほんとたまたま刺さってくれた感じですね。で、あそこのポイントとしてはボムカツ1体だけ当てることですね。今みたいにうまく当てると魔女を処理しながら守護に結構ダメージ、もう1体のボムカツが行ってくれたおかげで、攻撃が間に合って勝つことができたんで、やっぱり爆弾の使い方一つで結構戦況今の変わったんで、まあ、しっかり取れる試合を、まあ、なんとか取れた感じですね。今のは自分としてはかなり渾身のプレーでかなり興奮したのを覚えています。なんかあれだね、自画自賛しすぎて恥ずかしいな。もうちょっと謙虚にやりましょう、謙虚に。でもあやプレイできるとね楽しいですね、このゲームね。で、とりあえずボムカツで、これ美味しいですね。相手が6コスト使ったのに対してこっちは3コストで処理ができたんで、まあ、これもかなり美味しいですね。で、相手の方が守護者レベル高いんで、これ結構まあまあきつめですね。で、これはここでタンク出したのは悪手でしたね。これは聖者でよかったです。そのせいでね、ここで相手にアド取られちゃうんですよね。結構これ本当悪手でしたね。で、ボムカツもなんか起動しきらなくて、もう1体が本当はボムカツでマリン隊全部倒せる予定だったんだけどね。まあ、エネルギー向かせるじゃ放置できないんで、とりあえずランサー投げていく感じですね。やっぱりランサーこうやって攻撃力もそこそこ高くて HP も高いんで、かなりまあそれなりに確実に仕事してくれますね。で、これ相手のオフロード攻撃者か、もうかなり削ってくれて、あ、違うな、これ建物のなんだ、なんか建物の範囲内のやつなんちゃらかんちゃらするってやつか、攻撃するやつか。あんま使ったことないから分からんカードだあれ。で、ここで聖者にシールド打ったよね今。ここは防御優先ですね。で、相手がねここで爆弾打ってくれるんで残り949になったんですよね、これで。で、これワンチャンボムカツ通ったら勝ちだなと思ってボムカツ投げたらやっぱりそのまま通るんですよね。意外とねこの爆弾のダメージが高いっていうのをまだ知らない人多いんで、まあ、最後リーサル取れるときは爆弾しっかり投げるのがいいかなって思ってます。で、爆弾結構ねなんか今の相手のハンドだと受けれるのがグレードガンナーとあと4コスなんかいたと思うんですけど、4コスで爆弾受けたくないんですよね基本的に。で、あとボムカツとかプステルって最前列に投げると移動速度めちゃめちゃ速いんで、いきなり出されると、前で処理しないといけないんで対応できないことも結構多くて、なんでだから最近爆弾のなんか優先順位高いっていうのはそういうところですね今。
やっぱり強国と違って他のクラスって直接打点を与えられるカードがそんなに多くないんで、まあ、爆弾を持っておくのは結構大事なのかなって思ってます。ここ結構コスト使っちゃうんだよね。とりあえずスナイパーに撃たれるの嫌だったんで、手札の最小コストであったあれ祭祀を出して、とりあえず最低限スナイパーの最初の一発目は食らいたくないんで祭祀で守ったんですけど、その後ランサーじゃなくて、でも他に近距離のユニットなかったんでね、ランサー出せざるを得ない感じでしたね。でここもね、ボムカツがねスナイパー撃ってくれるかなって思ったんですけど、なかなか撃ってくれなくて、でここもちょっと出すユニットがなくてバリスタンク出したんですけど、バリスタンクがスナイパー撃ち抜くまでいけなくて、これ結構守護ダメージ食らっちゃうんですよね。スナイパーの攻撃ずっと受けちゃって、これは結構プレミですよね。まあテミス前列に起きたくもないもんね。今のは結構判断難しいところでしたね。皆さんだったらどうしてました？今のところ結構ね難しい判断だと思う今のは。でここでマリン隊が群がってるので魔女を投げて、マリン隊だけでも攻めて倒しに行く形ですね。でこのスナイパーの処理も難しいんだよね。まあ、スナイパーはやっぱり最低限てか射程が長いのがやっぱり強いで、火力もそこそこあるのが、でエネルギータレットで攻撃速度とか上がるとなおさらだよね。でここはランサーを投げて、まあ、最低限でこのランサーがかなり偉いですね。エネルギータレット壊してくれたんでかなり仕事してくれました。でこれ以上ダメージ食らえないので、やっぱり1000とかいっちゃうとねかなり厳しくなっちゃうんで、やっぱり強国はエネルギー爆弾が怖いんで、でここのエネルギームカソルジャーなんですけど、ここはもうエネルギームカソルジャー放置したら負けるなって思ったんで、まあとりあえず顔なき聖者の生存を優先してマンドラ打ちました。まあそのおかげでね結構削ることができて、まあ、かなり守れそうだなっていう感じですね。で相手の配置的にもテミスがすごい刺さりそうですね。これおあつらい向けの、もうこれはテミスぶっ刺さりの盤面になってくれたんで、もうテミスぶっ刺していきました。でここもテミスで一気に盤面まくっていきました。で相手ゴリアスですね。でここでエレナで、まあ、ここでテミスは倒されちゃうんですけど、このまんまエレナが、でこのエレナのデバフって守護にもかかるんですよね。しっかり守護の攻撃が遅すぎてエレナが止められなくて、そのまんま勝ちですね。で一応左に暗殺者が見えていたので、しっかりボムカツで暗殺者の動きは止めておいたっていう感じです。まあ、意外と今の試合も考えることが多くてすごい大変だったんですけど、なんとか勝つことができましたね。で強国戦結構見たんで石戦見ていきましょうか。はい、それでは石戦見ていきましょう。まあやっぱりね帝国使っててきついのが石戦なんで、まあ、椅子戦どういう立ち回りでやっていくのがいいのか、まあ、見ていきましょう。で一応ね守護レベルがこっちの方が低いんで、じゃない高いんで、まあ、なんとか勝っていきたいですよね。で結構やっぱりねボムカツ相手結構止めないんでね、ボムカツ結構止めないんだよね。なんだけど相手の方のハンドだったらこんな感じにマゴットで止めることができるんで、止められないんだったらやっぱり守護への不要なダメージは止めた方がいいと思うんで、止めた方がいいと思います止めた方がいいと思うんで止めた方がいいと思いますってもう日本語がめちゃめちゃですね。それでここはヤコブ投げましたね。ヤコブ投げた理由はマゴットクイーン相手の方が投げてたんで、ヤコブ自身が範囲攻撃持ってるんで、
まあ、マゴット相手に強く出れるっていうことでヤコブですね。でここは暇だったんで一番高烈にアンナを投げました。あれアンナとエレナの違いがねいまいちね分かんなくなるんだよね。これはアンナだよね。でエレナが近距離の占い師の方だよね。でここは暇だったんでタンク投げましたね。でここねコントロール奪えればよかったんだけどとっさの判断ができなかったですね。これはまあいきなり出てくるんでねこいつね、アンダービーストで。こっからねタンクがね仕事するんですよずっと。でここはミサイル投げてミサイルが通ればペノセクト処理できるっていうのと、タンクを処理しようとするとこっちのミサイルが処理できなくてミサイルの爆弾が、まあ、通るだろうなっていうことで、まあ、投げたんですけど、いやタンク強いよねまあひたすら刺さると。タンクもねしっかりエネルギーミカソルジャーと同じくらい処理しないとやばい部隊なので、タンク見たらもう真っ先に処理してください。うん、まあこんなもんかな今日。なんかもうちょっとリプレイあるんですけど、あとそんなに変わり映えない試合なんで、ほい、お、ラヘル5コストですか。ほい、なになに、自分の周囲、自分の周囲範囲12の敵に405ダメージを与える、敵を倒した場合一番遠くの敵ユニットのところまで瞬間移動してこの能力をもう一回発動する、おたけび。あーじゃあこれ、いやこれ強いのか、これ強いのかな、ラエルよくわかんないな。ただ2回発動したら間違いなく強いんだけど、能力低いな。あと移動速度速いのもいいけど、いやー全体的にスペック低めじゃない結構。いやこっちはいいでしょう、買わなくて。え、ラエルさ、ラエルってどのデッキに入るんだ。あ、こっち入らないんだ。共和国遺書入らないからこっち側か。獣族と帝国共有カードか。いやーラエル使わないと思うけどな。2030よりの229でしょ、エラーは半分だぜ能力。ただ一種相手とかには強いのか。レベルアップすると420か。個人的には微妙だと思うんですけど、皆さんどうですかねこのカード。まあ、よかったら、コメントでラエル強そうとかラエル弱えだろとかなんかいろいろコメントもらえると嬉しいです。まあ、とりあえず俺買ってみたけど弱くね多分まあでもねやっぱり新カード出るとねこういうなんだろう環境もちょっと変わって、まあ、若干ね楽しいっていうところもあるんで、まあ、若干っていうかめちゃめちゃあれだよね。だってこうやってさ新カードのこと考えるだけでも楽しいもんねめちゃめちゃ。であとラッキーギフトがね一向に来ないんだよね、バーンズ姉妹とひずめ。あと持ってないのバーンズ姉妹とひずめだけなんで、そこ2枚出たら終わりなんでね。というわけで今回の動画以上になります。この動画良かったら高評価チャンネル登録グッドボタン、一緒だな高評価とグッドボタン一緒ですね。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ツイッターもやってるんでツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。次回はどっちかな、共和国かな獣かな、ラエル使うかもしれんけど、でもラエルちょっとだけ使ってみよっか後で。うん、裏で使っておきます。どんなカードなのか性能実際使ってみるとね感覚変わるかもしれないんでね。それじゃあご視聴ありがとうございました。ではでは。